Globus。皆さんおはようございます。たくさんの方に聞いていただきましてですね、非常に気合い我々入ってますので、で実は我々いつも話している人間がほとんどなんですけど、フィンテックのテーマというのは結構もう、G1 では何度もやってまして、実は私はこのフィンテックの絡みに G1 のパネルのモデレーター、これで5回目なんですね。で5回目なんでもう食べることなくなったなと思ってたんですけど、実は 6月も今そこにいる辻さんと鶴岡君と僕と、もう一人岡野でデザインの北澤さんとで同じようなパネルしてですね、その時にちょっと話したのが、フィンテックってなんかやっぱりいつも話すと規制が厳しくてとか、海外は進んでる日本が進んでないとか、あるいはもうものすごくテクニカルな部分が多くてちょっと話してても伝わりにくいよね、もっと言うとあんま面白くないっていうか、ポジティブな話にならないよねっていうのがあって、ではと言ってその時はですね、テーマを決めてワクワクするフィンテックってテーマでその時やったんですね。で今回はですね、皆様いろいろ学生の方が多いということで、最近すごくですねフィンテックはいろんな意味で新しい局面入ってるんで、今日のテーマはすごいぞフィンテックっていうテーマでありますので、皆さんこれ我々頑張りますから、すごいと思わなくても、すごいぞフィンテックでやったんだってことだけ覚えていただければと思います。ということで、じゃあまずですね、辻さんからいきましょうか。辻さんは非常にそのフィンテック業界の中に今リーダーになってるわけですけど、最近この経産省のねフィンテック、はい、あれ何て言うんでしたっけ、フィンテックビジョンって、はい、出されて、そこでなんか中心的にやられたんで、はい、ちょっと今のフィンテックの状況っていうのを簡単に、はい、シェアしていただけますか。はい、ありがとうございます。経産省から出たフィンテックビジョンっていうのが2ヶ月前ぐらいに出たんですけれども、それの検討委員をさせていただいてました。で大きなところは第4次産業革命が、皆さんご存じの通りもう起こってますと。で IoT、ビッグデータ、人工知能みたいなところで金融が大きくこう変わっていきますと。で今の法改正だとそのテクノロジーの進化に、ついていけてないですよねということで、かなり金融庁さんもですねそこに危機感を持たれて、金融庁経産省ともに積極的に動かれてます。でその成果として今回銀行法の改正が行われまして、これ2年連続銀行法の改正があったっていうのは結構近年まれに見ること、記憶にないんですけども、去年 の銀行法改正は、銀行等がですね出資がこうできるようになりました。上限が厳しく定められてたんですけども、その上限がかなり緩和されましたっていうのが銀行法改正です。で今年行われた銀行法改正がポイントが2つございまして、1つは、銀行に API 開放を義務化すると。これ金融庁が2020年に目標80個って言ってるんですけども、そういうことが一つ、こう、なんですかね、クローズドな金融機関が API を開放することによって新しいエコシステムを作りましょうというのが一つ出ましたと。でもう一つが我々のようなフィンテックベンチャーの会社が電子決済等代行業者ということでこう登録制にしましょうと。フィンテックってすごくセキュリティとかもやはりすごくちゃんとしないといけないので、そこは登録制にしながら、ただフィンテックベンチャーの勢いを殺さないようにしましょうというような法改正を行ったというのが今フィンテック の直近の動きであるのかなと思います。ありがとうございます。で一つ加えますと、最近その金融庁っていうのを偉くスタンスを変えましてですね、やっぱり長官の森さんテクストがすごい人で、できれば皆さんフィンテックにこの業界がある、んだったら、この6月に、5月の20何日かに、森さんが英語でスピーチされた Will Fintech Create Shared Value っていうのをぜひ読んでみてください。これものすごくいい、論文です。英語も非常にプレーンで、日本語にも訳されてますけど、彼の出現によっていろんなものが変わってきたと思います。この辺話も後でしますけど、で今久慈さんがお話しされたみたいに、銀行法改正2年連続ってこれすごいぞですよね。これ結構すごいことだと思うんですよね。普通はありえない、ありえないですよね。すごい、銀行が変わったって、なぜ変わったことで、その裏にある金融庁が変わりましたと。なぜ金融庁が変わったかというと、ここに書いてあるようないろんな視点を持って金融庁自身が変わらなきゃいけないと思ってるというか、非常に大きいところなんですね。で
すごいぞフィンテック持ってますけど、あの加納さんね、あの僕はあのやっぱりいろんなフィンテックのある中でやっぱりその今終わりになっているそのブロックチェーンとかあのビットコインとかあの辺のところ結構すごいと思うんですけど、ちょっとご自分で、まあ、あの皆さんにですね、こういうところはあの世の中変えられる我々のすごい技術だっていうのをちょっといきなりですけどシェアしていただけますか。はい、ありがとうございます。まあ、ビットコインとブロックチェーンというのは、まあ、それぞれすごいあの技術だと私は思っていて、これも10年に1回のイノベーションだと思っています。でビットコインというのはですね、まあ、仮想通貨なんですけれども、まあ、世界共通の電子マネーみたいな言い方をしていて、でブロックチェーンというのは新しいデータベースです。でそれはまあデータが消えない、そしてまあ絶対に落ちないというふうに言われています。でこのように絶対にデータが消せなくて絶対にシステムが落ちないような安定して動くようなものができたので、その一つの応用として、まあ、通貨のようなものが使えるようになったと。でこれ両方ともですね、結構こう、まあ、ディープなトピックになって長くなっちゃうんですけども、簡単に言うと僕はそのいろんなものの非中央集権化、これ英語でディーセントラライズドっていうんですけれども、っていうのが進むと思っています。これはまあブロックチェーンによってもたらされるのかなと思っていて、今までの金融システムっていうのは必ず中央集権的なんですね。中央集権っていうのはまあ中央銀行が、日本銀行ですね、日本だとがあって、でまあ全銀システムというシステムが裏側で動いてるんですけれども、必ずこの頂点に何かあって、ピラミッドみたいになっていると。で日本の当然政治システムもそうなっていて、まあ、政府があって、自治体があってっていうシステムになっていますと。で会社もそうです。会社もその、まあ、株主総会があって取締役会があってっていうふうに、まあ、なんか特定 の, その偉い人がいて、それを全体をコントロールするっていうのが、まあ、中央集権的な、まあ、統治機構というふうに考えられているのが、非中央集権的っていうのはそういうのがないんですね。でこれがないことによってより民主的に、まあ、ことが進んでいくと。でそれはなぜいいかというと、まあ、その特定 の, あの支配者によって、まあ、意思決定されないような、まあ、金融システムができるかもしれない。それがまあビットコインですと。でブロックチェーンは何がいいかというと、まあ、これ単一障害点っていうんですけれども、何か特定の人が決めている、コンピューターが例えば意思決定しているとすると、ここがやられちゃうと壊れちゃうんですね。でもこういうのがなくて分散されていて、いろんなサーバーがまあ別々のというかですね、意思決定をすることによって安定して動くと。でビットコインで、まあ、こういう安全なシステムができました。で民主的なシステムができました。これを応用してブロックチェーンで、まあ、仮想通貨だけじゃなくていろんなその契約システムであったり、まあ、不動産だったり、まあ、いろんなものをこの非中央集権的なシステムになっていく未来がやってくるんじゃないかなと思っています。ありがとうございます。それは今どのぐらいこの現実化してきてるんですか。一部の国ではもうブロックチェーンを導入しています。エストニアであったり、ミャンマーの中央銀行というのはもともとやっぱりインフラがなかった国というのが、最新テクノロジーをやっぱり導入する、これリープフロッグというんですね。カエル飛びみたいな、その携帯がなかった電話のインフラがなかった国にいきなり携帯が入るような状況、技術の飛躍が起こることを、まあ、リープフロッグと言います。というのがやっぱりその小国であったりといったところでも起こっていると思います。そうするとそれに関して日本はものすごく強化な金融システムがあるから、そういうところに比べたら遅れてるということですよね。そうですね。まあ、レガシーシステムを使い続けているというのがまあ現状だと思います。まあ、じゃあそれ今後どう変わるかちょっとまた後で話しましょう。鶴岡さんのところはやっぱりそういう中では一番なんていうんですかね、スピードアップしてガン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 攻めてるってるだと思うんですけど、ちょっと今その辺のご自分がどういうふうにフィンテックという、まあある意味でもともとおじさんたちがやってた中で切り込んでってるかっていうのをぜひ紹介していただけますか。はい、そうですね。うちの会社はまあベースっていう会社をやっているんですけど、ベースっていう e コマースのプラットフォームと、あと先週から PayID っていうその購入者さん向けの決済サービスみたいなのをやっていたりとかもして、まあ、EC と決済っていうのを中心に事業展開していますと。で、まあコマうちベースっていうのは、今だいたい40万ショップぐらいあるんですけど、今までと違ったのはその加盟店審査みたいなのが、まあ、大体2週間ぐらいかかってたところをほぼほぼ即時でやっているっていったところがベース的にはすごく大きくて、なんで即時でできたかっていうと、なんか加盟店審査そのものがあるっていうことを僕が知らなかったからっていうのがあってでもなんかそういうのをちゃんと最近も継続、今はすごくすごくちゃんとしたあれになってるんですけど、まあなんかそういうのももっともっと
4年前に作って4年前は結構大変だったんですけど、最近はそういうチャレンジングなことしても、まあ、どっちかというと協力してくれる監督省庁も多いというか、周りの弁護士さん含めて、まあ、環境全然変わってんなっていう気もしますし、先週出した決済アプリもまあ、オフラインの決済と個人間の決済できますってアプリなんですけど、多分4年前だったら出せなかっただろうなと思ってて、まあ、そういった意味ではすごいこうなんていうんですか、ユーザーフレンドリーな金融に関するプロダクトがローンチしやすくなったこの 1,2 年かなっていうのはあるので、まあなんかそこをうまく活用させてもらってるっていう感じかなと思ってます。それはやっぱりそういうやりやすくなるような環境が出てできつつあるってことなんですか？そうですね、まあなんかそのまあ、マネホとかチとかビットフライヤーさんとかできた時代って多分フィンテックって言葉自体もそんなになくて、まあ、たまたまやってたみたいな感じから、たまたまなんか時代がフィンテックって言い出して、まあ、なんか国レベルで動いてくれるみたいな感じだったんで、まあ、タイミングがすごく良かったなというか、なんか事業を作りながらリアルタイムで法律が変わっていく事業ってなかなかないと思ってるんですけど、まあ、なんかそういった意味では結構ダイナミックにいろいろ変わっていくので、まあ、今やってる我々はすごい有利かなというか、その法改正の最前線に入れるんで、なんなら辻さんの言う通りにしておいたらスタートアップが起業しづらくなっちゃう可能性もあるかなと思ってるぐらい、その今やってる人たちはすごくいい環境にいるかなと思いますけどね。そういう時代になってきてるってことですね。そうですね、はい、で辻さんね、はい、僕と辻さんは結構年齢が違うんだけども、はい、僕はもう80年代ずっと金融やってきたじゃないですか。でフィンテックって昔から実はフィンテックっていうのは金融フィナンシャルテクノロジーなんで金融工学だから、はい、昔からやってることじゃないですか、はい、なぜ今フィンテックだと思いますか？盛り上がってきたのは最近じゃないですか。そうですね、僕も前職ネットマネック証券にいたので、まさにフィンテック 1.0 ってネット証券とかネット銀行じゃないかって言われてまして、最近でもフィンテック 2.0 とか言われてるんですけど、一番圧倒的に盛り上がってきた理由はもう一つでスマホだと思うんですよね。でスマホで常時接続で常に情報が見れます。でそれでシェアリングエコノミーみたいなビジネスもどんどん大きくなってきてますし、そこでデータがどんどん膨らんでいって IoT で人工知能で自動処理ができるようになってっていうのが、どんどんこう進んでいってる、背景はあるんですけど、ブロックチェーンでコストがインフラ安くなってとかあるんですけど、本当にやっぱスマホでユーザーさんが、自分の意思で金融商品を選びやすくなった、簡単に、アプリで使えるようになったっていう、やっぱそこが一番革命的なのだなと思ってまして、なんか僕らはやっぱりこうスティーブ・ジョブズの手のひらの上で頑張ってるんだなっていつも思います、はい。でまあ、そういうふうな 変化がありますよと。で、まあ、ただ一方でいろんな規制とかあって、まあ、十分できてないところがあると。これ十分できたら世の中どう変わるのか、つまり消費者の人たちにとってどういうメリットが出てきて、どういうピクチャーになっていくのかって、ちょっと皆さんそれぞれのご意見を聞きたいんですけど、どなたかから。要は将来的にここまで進むと消費者はどういうベネフィットになるかっていう。まあ僕の会社はそのうちの会社って今こう俯瞰してみると何やってるかっていうと、1個の会社で加盟店の管理と購入者の管理を同時にできないかっていう大きい実験をやっている会社だと思ってて、で、まあ、既存のクレジットカード会社さんって加盟店を管理するっていうのと、その購入者カードホルダーを管理するって結構分かれているので、まあ、どっちかというとその無駄なネットワークが発生しやすい構造というかなんですけど、やっぱこのインターネットの時代においては基本的にはどこかが購入者と加盟店を一緒に管理することによってもっと最適な決済ネットワーク作れるんじゃないかなっていうのがあって、なんかまあそういうのをそれぞれのプロダクトを力を合わせることによって作っているような会社かなと思っていますと。なのでまあ、なんか僕らが抱えている加盟店と僕らが抱えている購入者さんがいたときに、まあ、ここの価値の交換っていうのは、まあ、基本的には僕らのネットワークを使って一社で行われることができるので、まあ、そこには別に現金そのものが流れなくなる未来もあるだろうし、まあ、それこそビットコインが使われてるって可能性あると思うんですけど、まあ、やっぱ日常でこう過ごしている中でこう自分が持っている資産とか自分が持っている価値みたいなのの表現の仕方みたいなのはすごく変わってくるだろうなと思ってて、まあ、多分10年とか20年とかすると結構本当に現金、まあ、都心部では少なくともすごく消えているでしょうし、まあ、クレジットカードそのものも残ってるかどうか分かんないなって僕は思ってるんですけど、まあ、なんかそれぐらい日常の生活においてその価値対価を払うみたいな価値を払うみたいな行為は、まあまあ、できればうちの会社は変えていたいなと思っていますけど、まあ、仮にうちがダメであっても
まあ、世の中的には絶対変わっていくかなと思っているので、まあ、なんかそういうお金そのものが消えていくっていう未来は結構想像にあたりやすいかなと思ってます。はい、河野さんどうですか。そうですね、ちょっと未来の話をすると、まずその通貨三原則ってあるんですね。まあ、あの通貨とかお金とかがあの、まあ、成り立つ原則っていうのが、まあ、あの価値が、まあ、まず保存できること、当然ですけど価値が保存できなくて明日あの紙切れになってしまったら、まあ、通貨の価値ってのはあんまりなくて、まあ、保存できることと、まあ、交換できることで計測できること、これまあ三原則って言ったりしますと。でビットコインはこれを満たしてるんですね。ただ電子マネーは満たしてないです。で新しい通貨の再発明ってよくビットコインが言われるんですけれども、これはまさにこの通貨の三原則を満たしているからですと。でもう少し大きいピクチャーを話すと、じゃあなんでお金稼ぐんですかと。で別にお金が欲しいわけじゃないですね。この日本銀行券が本当に欲しくて欲しくてしょうがないみたいな人はいないわけですよ。家にこうコレクションをして、まあ、これを使って何かまた何かの喜びに変える、そしてそれを稼ぐために労働するっていう意味では、やっぱり労働力の交換の媒体でしかないと。で労働力で何か価値を創造して誰かを幸せにする、それによって対価をもらう。でお金が素晴らしいのは、これあのタイムマシンにもなってると思ってて、例えば私が稼いだお金を、まあ、娘の幸せに使うことができる、他の国民のための幸せに使うことができるということで、まあ、時間も飛び越えられると。でそうすると僕お金っていうのは最終的に意識しなくてもいい世界が来ると思っています。なぜなら単に労働力の交換の媒体でしかないと僕は思っているので、これ結構未来の話をしてるんですけども、そうするとまあビットコインを使うっていうのはまあもちろんいいんですけれど もうその先にある世界っていうのは単に人々に幸せを供給して、で同時にまあ例えばご飯を食べられる、キャベツを作る農家さんに感謝していただくお米のありますと。でこれを意識せずに自分がその何かしらその誰かを助けたことが対価になり、それを受け取れるような本当にこのスムーズな社会っていうのがやってくるんじゃないかなと。で例えばもう少し戻すと、例えばマイクロペイメントっていうのはすごく面白くて、今までできなかったような市場ができるわけです。お金が究極に小さく細かく区切れて流動性があるような世界をまず考えますと。日本銀行券をこう受け渡しするからコストがかかるわけですよ。日本人は現金好きですけど、これがシステムによってすごく早くてすごく安くできると。でこれは例えばビットコインだと国際送金が5円でできます。でこんなのまだぬるいです。ではなくて、あるコンピューターが何か情報をやったら 0.001 円分の何か価値を毎秒 何回も送信するみたいな世界がやってくるんですよ。そうすると IoT 自体のセンサーがお金を稼ぎ、それが別のその情報をもらう機器もしくは人間っていうのが消費をしていく。でそうなると非常に細かいレベルでお金のやり取りが、なされて、まあ、業務が効率化されて、で今までできなかったようなビジネスっていうのができる。例えば誰かに質問に答えるとか、簡単な質問に答えたら、はい5円あげます、それによって何か価値を創造する。それがもうすごく高速で行われると、こう非常に効率化された社会みたいなのがやってくるんじゃないかなと思っています。今 のこれ銀行にとっては大変な詐欺ですよね。銀行預金、外貨預金とやったことある人は分かると思うんですけど、外貨預金ってあの金利高いんですけど、この円から例えばドルから円に戻すときものすごいコスト払ってるんですよね。あれ 1% ぐらい払ってるじゃないですか、まあ、あのドルであっても。これがオーストラリアドルとかになったらもっと取られるわけですよ。で今ができたらすごくその銀行とか変わってきちゃいますよね。あとちょっと銀行とか金融がどうなるか話しましょう。で辻さんのところはもうちょっと何て言うんですか、いろんなもう本当、はい、あの B2C で、はい、いろんな人と扱って業務がたくさんあると思うんですけど、はい、将来的にどういうふうに変わってきます、もっとあの利便性という観点からみたいな。そうですね、あの僕ら B2C と B2B 両方やってまして、あなんかすごいぞフィンテックって感じになってきてます。大丈夫ですか。大丈夫です。あのあ常にそれ意識してる、すごいぞフィンテックっていうの、なんか加納さんの話聞いたらなんかすごいなって感じにこうちょっとなってきたんですけど、あのその B2C の方は、まあ、今僕ら家計簿アプリマネフォワードって今500万ぐらい人ぐらいあのユーザーさん登録いただいてるんですけど、まあ、あの究極はもうスマホで全てが取引できる世界だと思うんですよね。で、中国だとアリペイが8億、アリペイじゃない、WeChat ペイが8.7
億人ぐらいこう使われてまして、でもうそこからですね資産運用とかお金を借りるとか、あとその方 その残高とかを見てですねクレジットスコアって社会的信用まで見れるので、これがパスポート代わりになってるみたいなところまでもう行ってますと。なので基本的にはもうスマホで全部できる世界があって、まあ、あの今本人確認法のところとかがまだスマホで対応できてないのでちょっと大変ですけども、あれもあのどんどんこう時代の流れに応じて変わっていくと思うので、そういうスマホで全部できる世界になりますと。なので皆さんがこうお金のことを心配しなくても、あもうスマホだけであの常に資産運用も、あの例えば資産運用したいと思うとあのロボアドバイザーみたいなサービスに行けば勝手にこう運用してくれますと、で複利で中長期投資でやってくれますという世界になりますと。で B2B の方はこれあの我々クラウド会計というサービスやってますけども、あの会計だけじゃなくてですね、例えば飲食店だとポスレジがあって、ポスレジでこう注文を取ったらですねそこで入力が来て会計のデータにリアルタイムで流れますと。で給与サービスも勤怠サービスから時間が計算されて給与計算が終わって給与計算から会計に流れますと。でさらにその会計データを元にして資金繰りのところまで行って、資金繰りのデータを元に銀行がリアルタイムでトランザクションレンディングしますという形で、こうデータがダーッと流れてそのデータを元にお金がこうあの融資まで行きますというような世界がもう今できてまして、だここがあのすごくこう大きな流れだと思っていて、今まで融資だと1ヶ月2ヶ月待ちますとか、その資産表を作ってお金をこうあの借りに行きますとかあったと思うんですけども、会社の方々はですね普通にビジネスをやってるとバックオフィスがすごく楽になってお金もすぐ借りれるようになるっていう世界がもうあの間近まで来てますと。でこれ圧倒的に生産性が上がる話で、あの先ほど申し上げたあのフィンテックビジョンの、3つあの政府があの設定した KGI ってあるんですけど、これが1つ目があのキャッシュレス化率です。でなのでこの日本のキャッシュレスをもっと進めていこうと。で2つ目が、企業の資金循環速度を上げると。なんかもう資金繰り良くしてあのもっと企業 あの生産性を上げていきましょうと。で3つ目が、バックオフィスのクラウド化率で、クラウド化を使っていってあの、まあ、今まで10人かかったものも2人でやりましょうと。これ少子高齢化でだんだん企業があの採用できなくなるんで、それに対応しましょうということだと思うんですけど、なんかそれぐらいこう世の中結構個人も法人もどんどんこう変わってきてですね、あのそういうことを取り入れることによってテクノロジーがあのお金の流れを変えていくっていうところになっていくのかなと思います。なるほど。でちょっとあの、まあ、そういう大きく変わりますよと、いう中においてとは言いながらも、日本はいろんな法規制があったりとか変な観光が小観光があってやりづらいところがあると。それあの鶴岡さんなんかその辺現場感覚として、はい、ここやりづらくてこここうしてくれたらもっといいのになみたいなのはありますか？あどうですかね。あの、まあ、うちの会社がそのなんだろう、やっぱりなんか今ちょっと僕思ったんですけど、ちょっとやっぱ狩野さんとか辻さんの話ちょっとすごいじゃないですか、うん、あの難しいです、難しいんですよそのじゃあ、あの鶴ちゃん今何歳でしたっけ？僕27なんですけど。27歳あの狩野さんとか辻さんの話聞くと起業しできなそうだなって思っちゃう。そのいやいやいや、そんなことないから、そんなことない。いや鶴岡の自分の起業の話でいいから。そうですよね、うん、で僕の場合は多分なんか逆に多分2人の真逆にいて、うん、要するに知識が皆無だったんですよ、うん、だそれがアドバンテージになってた側だと思うんですよね。であの、まあ、僕も最近その大人の方々といろいろ話すんですけど、まあ、やっぱりその大人の方っていうか、はい、あのやっぱり基本的にはテクノロジーと金融は別のものだってみんな思ってると思うんですよ、うん、要するにその、あの、まあ、本当に今までの金融を作ってきた方々は。でも多分今おそらくその20代とかでプロダクトを最前線で作っている、まあ、僕とかもそうですけどはその金融とプロダクト、そのテクノロジーと金融が別のものだって考えはほとんどなくて、要するになんかそのなんだろうな、まあ、検索機能を作るのと送金機能を作るのってイコールなわけですよ我々からすると。でもそれ金融庁から言わせるといやいやいやと、その全然質が違いますと、そのなんか検索機能と同等で送金扱わないでくれって感じだと思うんですけど、なんかでもここってなんか僕難しいなと思ってるんですけど、あんまりその知りすぎなくてもいいかなというか、やっぱその時代的にはそのユーザーが求めているものを作った会社が勝つっていうのはもう多分それは証明されだしてると思ってるんで、まあなんかやってると勝手に壁にぶち当たってくるんですけど、あのいろんな人に怒られちゃうんですけど、まあでもその
誰かちゃんとブレーキは踏んでくれる人がいて、やっぱ日本ってすごくよくできてて、そのちゃんと注意してくれるんで、やっぱりあくまでもそんな法律とかフィンテックとかって気にするというよりかは、まあ、金融のジャンルでも、まあ、ユーザーが求めているものを作れば、まあ、ある程度はやっぱりその世の中が認めてくれだしたというかというのがあるので、まあ、うちの場合はやっぱりそこが大きかったかなとは思ってますけどね。まさにそれがね、こんなに書いてあることなんですね、はい、この、まあ、さっきはちょっと話しましたけど、森さんが言ってるのは、今までは銀行や証券会社は自分のこの側に立って、必ずしもユーザー側の目線に立ってない商品を売りつけてたと。これ B2C って言ってて、彼っていうのは C2B がこれから起こると。つまりユーザーが欲しいものじゃないと売れない、逆に言うとそういったものを作り出すように金融が変わっていかなきゃいけないと。その指導を金融庁がやりましょうって彼やってるんですよ。これ素晴らしいことじゃないですか。いや、もう最高ですね。最高ですよね、はい、そうです。今までやっぱりその金融に詳しい人しかこういうのできないんじゃないかとか、なんか、まあ、それこそ辻さんとかマネックスにいたりとか、ああいうのって本当にこの業界の超詳しい人がなんか法律を把握しまくって作るみたいな概念あったと思うんですけど、今は全然そんなことないかなと思ってて、なんかそういった意味ではやっぱり若者がの方がフィンテックに向いてるかなって僕は思ってたりはしますけど、はい、そうでしょうね。我々は僕はもうおしまいだと思うんだけど、いや、なんかこの前つるちゃんと話してて、なんかあのこうルールが頭に入ってるんで、これできないとか言って持ってきてくれるものに対して言っちゃうんですよ。でそういうことを言う大人はつまんないって言われて、すごい反省してですね、それ以来どうやったらできるかなって考え、僕がたまにそういうようになっちゃって自分でやべえなと思ってるっていう、もうあの、はい、ミレニアル、ね、ミレニアル世代すごいです、はい、いやそういう意味ではね、ちょっとトピック加えて、金融ってどうなると思います、辻さんあたりは。金融のプロとしては、金融がどうなるかですか、うん、要は銀行って今たくさん人がいて、よく、はい、店舗がなくなるとか、はい、そういうふうに言われるじゃないですか、はい、今鶴岡君みたいなのがガンガンやってきて、あのもう何ちゅうの、既存のものを変えていこうとすると、はい、かなり別のものになっていくって可能性ありますよね。なんかあのやっぱりこう森長官もおっしゃってますけど、やっぱり情報格差をうまく、これちょっと言葉を選ばないと怒られるんですけど、あの情報格差が結構あって、金融ってまあ難しいとか、例えば保険とか中身なかなか分からないとかあると思うので、ただその情報格差がどんどんこうインターネットでなくなってきてますと。そうするとやはりその情報格差をうまくこう活用して、あのビジネスができてた部分が、まあ、だんだんこうユーザーさんが賢くなっていってですね、本当にその顧客目線に立ったものをちゃんと作らないとお客さんに受け入れられない、なんかアプリもなんかこうなんか提供者目線で作っちゃうとですね、誰も使ってくれないみたいな、なんかそういう世界になってきてるので、なんか ある意味普通のサービス業とかですね、あのそういう今普通の業界がちゃんとこうお客様目線でやってる、例えばセブンイレブンさんとかですね、ヤマトさんとかアマゾンとか、ああいう本当に僕らが使ってて便利だなって思うような、なんか世界にどんどん近づいてきてるんじゃないかなと思ってまして、うん、そういう意味でなんか僕らにとってはすごいいいことじゃないかなと思うんですけどね。あと僕思うのはやっぱ金融庁そういう変えた大きな理由っていうのは、もうガラパゴスでダメだっていうことで、結局あの金融もグローバル化してるんで、これじゃ世界に勝てないなってことが多分あると思うんですよね。加納さんどうですか、その金融の今後のあり方みたいな形としては。やっぱ分散化が進むと今の金融システムってガラッと変わっちゃいますよね。うん、変わると思います。あの、まあ、やっぱりその辻さんがおっしゃる通り、あの、まあ、あのコモディティ化していくと思ってるし、やっぱ一般化していくと思いますね。で最終的に僕はさっき申し上げた通り、そのお金自体を意識するっていう世界はなくなっていく方向なのかなと。そのお金って最終プロダクトじゃないんですよ。お金の欲しいがために何かするんじゃなくて、最終的にはその何かその奥にあるものですと。そうするとこれインターネットみたいなもので、インターネットを意識しないわけですね。今は、昔はそのインターネットの黎明期って、インターネットのプロトコル結構みんな詳しかったと思うんですよ。ダイヤルアップ接続して PPP 接続してなんとかってこうやんなきゃいけなかったのが、今みんな Wi-Fi つないでパスワード入ればつながると。これ皆さん当たり前と思ってるかもしれないけど、昔は違ったんですね。それなりにセットアップしないとつながんなかったんです。でもこんなこと知る必要ないと僕は思っていて、そうするとそのお金を例えば借りるっていうプロセスはもっと簡略化されて、あのスマホだけで借りれて、で例えばお金を貸す、でお金を貸すことも簡単にできる、もしくはそれ自体も意識しないような世界がやってくるのかなと。でそれはそのおっしゃる通り、その中央集権型のシステムでもたらせる可能性が高いと。で付け加えると、私は前職投資銀行にいたんですけれども、そのお金の流れって多分皆さん意識しないと思うんですね。で銀行に預金します。でこれ実際には最終的にどっかの国に投資されてるんです。
銀行が預金を使ってそれで何か投資性商品を買っています。まあ、日本国債を買ったり投資商品を買ったりローンを発行したり不動産ローンやったりで、それは投資銀行の商品を買っている、まあ、ファンドを買っている。でそのファンドっていうのがまた今度分配している。でそれは最終的にはもしかしたらベネズエラの何とかの商店にお金が行ってるかもしれないし、どっかのベンチャーのお金になってるかもしれない。皆さん意識してないわけですね。でもこれがうまく循環しているっていうのはその間接金融システムの銀行がまあそれを担ってきたと。でも今後は非中央集権的なシステムっていうのができれば銀行関与しなくてもいいかもしれない。いろんなその投資銀行を関与しなくても直接エンドの、まあ資金需要家、資金お金が欲しい人、お金を借りたい人に直接融資ができるかもしれないし投資ができるかもしれない。これがまさに今起こってます。これが ICO っていう形でもう本当に起こってます。すごいブームなんです。なるほどね。ついでにちょっとお聞きしますけど、最近そのビットコインやたらボラタイルじゃないですか。あれって どう思われます？バブルだと思われますか、それとも自然の姿なんですか？まあだからマーケットがそうなってるんであればもうそれが真実だと僕は思ってますけど、まあいずれですねやっぱりビットコインってすごく変動するんですね。1日に 10% 動いてみんな驚いてるかもしれない。昔は 60% 動いてたんで1日にまあ 10% ぐらいなりやっていう世界なんですけど、それがやっぱりだんだん修練されていくと僕は思っていて、それは参加者が増えれば成熟されたマーケットになります。まあ、フェアバリュー、まあ、本質的価値に近づいていきますので、まあ、いずれその安定した通貨になるといいなと思っています。なるほど、ありがとうございます。ちょっとその話の中で思ってるのはやっぱり、まあ、鶴岡君の言ってるみたいにやっぱ若い人の考え方とちょっと僕はみたいにやたら金にどっぷり使った人間だってやっぱかなり違うと思うんですよね。でもっともっと鶴岡君みたいな人が入ってくるべきだと思うんですよ。どうしたらいいと思います？いきなりだけでもやっぱりちょっと難しいものだって若干ちょっと広まっちゃってるかなと思ってて、要するに法律が厄介だとか、なんか法改正が進んでいるとか、なんか気にしなくてやっぱいいかなと思ってて、やっぱそのまあすごいぞフィンテックっていう観点でいくと、ちょっと思い出したように今言っちゃってますけど、やっぱりプロダクトドリブンで作れるようになったっていうのがやっぱり圧倒的にすごくいいと思いますね。プロダクトドリブンで金融の事業を作れるようになったっていうのが多分この1年2年 でイコール若い人でも作れるようになって、要は学生でも作れるっていう金融商品を。でやっぱりその金融とかっていう、僕らももはや金融もインターネットの違いもあんまり分かんないと思うんですけど、多分ユーザーさんももはやその例えばマネホを使ってて、マネホード使っててこれ金融のサービスだとか一切思わないと思うんですよ。なのでそれなんか、まあ、金融の定義みたいなのもいろいろ変わってくるんだなと思ってるんですけど、まあ、すごいぞって概念だとやっぱりその作りたいものを作って良くなった、圧倒的に参入収益が下がってきて、もう本当にコードさえかければ金融商品も何もなく世の中のお金の概念を変えれる可能性があるっていう意味では、もう本当にすごくいい時代というかタイミングだなっていう気はしてるんで。なるほどね。川辺さんのタクシー乗ると、はい、まあ、フォーブスも出てくるんだけども、はいはい、ベースも出てくるじゃないですか、はい、あれ本当にあんな簡単なの？3つ入れれば大丈夫？あれ本当に簡単です、はい、あれ大丈夫？あれはもう完全に大丈夫です、金融業界だと完全にとか危ないことです。だからそういう意味ではおっしゃるみたいにちょっとフィンテックはっていう言葉自体もあって、まあ、少し敷居が高いかもしれませんね。で敷居を下げて、ね、まあ、こういう方々はフィンテックを学びたいって聞いてるんだと思うんですけど、はい、フィンテックの優しい入り方みたいなのは ないですか？ああどうなんだろう、ちょっと考えてみて、辻君のマネフォワードを使うでもいいんだけども。優しい入り方ですか？ユーザーとしてですか？ユーザーとして。ああでもマネフォワード使うのいいですよね。マネフォワードいいですねいやでも結構ですね、本当に金融ってその入ってくる方少ないじゃないですか、うん、難しい感じがした。きっと若い人と女性ね。女性そうなんですよ。ぜひ売れるかもですね。ぜひぜひ。で結局なんか僕ら一番プロダクトを作るときに考えるのがやっぱそのお客さん、まあ、英語で言うとカスタマーペインですけど、なんかこういうのあったらいいよねっていうのが他のサービスって結構あるんですけど、金融って結構抜けてるんですよ、うん、だからなんかこう例えば決済で鶴岡さんとこみたいになんか簡単にできればいいよねとか、例えば僕らは今いくら持ってるか分かるの方がいいよねとか、だから貯金簡単にできた方がいいよねとか、なんかそういうのをシンプルに考えると結構プロダクトができてくるので、結構今チャンス大きいと思うんですよね。なんでぜひすごいぞフィンテックの世界に皆さん来ていただければ嬉しい。無理やり感ある。無理やり感ありますね。すみません。
加納さんないですか、その優しいフィンテックの入り方っていう観点から見るとちょっと難しいですもんね、そこね。いやだからやっぱり鶴岡さんの考え方ってやっぱりすごい新しくて、僕ちょっと多分間の世代だと思うんですよ、うん、で僕もともとゴールドマンにエンジニアとして入って2001年に入ったんですけど、その時も本当に鶴岡さんと同じ気分だったと思います。金融なんてただのデータだから、このプログラムでちょちょいのちょいだみたいな感じで思ってたんですよそしたら全然違ってて、やっぱり規制がやっぱり一番の敵なんですよね。なんでかというと、逆に規制がなかったら金融ってただのデータでしかないと思います、もうお金って。僕はそのかなり、ね、大きい金額動かしたけど、基本的にはもう画面でデータとしてしか見てないんですよ。現金見たことない、そんな何千億っていう。でやっぱりその規制をどう理解して、どうなんでしょうか、その中で新しいサービスを作るかっていう発想にもうなっちゃってるんですね。でも鶴岡さんってもうまずスクラッチなんですよ。でやってみてそれが引っかかったら、まあ、大人が教えてくれるみたいな、でこの発想でいいんじゃないかなと思っていて、なんでかというと、もう頭がカチコチになっちゃってます、僕は。もう金融はこういうもので、これを超えると金融庁に怒られるっていうのをなんとなくもう勝手に思っちゃってるんですよ。もしかしたらその時代によって実はそこが緩くなってるかもしれないし、新しい発想が生まれるかもしれないっていうのも自分で阻害しちゃってるような気がします。この間あるこの会合、そういう、まあ、例えば、黒田総裁とか出てきた時に黒田さんなんか話してたのは、フィンテックのフィジノチを混ぜてこないんで、フィンテックどう思うかって聞いたらば、やっぱりその将来的、今はいいんですけど、将来的にやっぱりその金融システムのリスク要因になる可能性ありますねって言い方なんですよね。やっぱりそういう感じなんですよ。全然鶴岡君との多分話したのは話が合わないんじゃないかと思うんだよね、はい、まあ、でもそういう市場だからいいですよね、我々とすると。そのこの若い世代からするとやっぱりそこで差別化できるというか、やっぱり本当にお金で殴り合っちゃう世の中だと思うんですけど、もう本当にこの金融みたいなのって、ただ学生ベンチャーでもできるみたいなところはやっぱり考え方が全然違ったところでやると別のアプローチができて、まあ、本当に奇跡的にホームランが打てる可能性があるみたいな意味ではすごくいい市場というかいいジャンルだなと思いますね。まあ、ただとは言ってもちょっと今日世界の話そんななかったですけど、やっぱり世界で例えば中国なんかすごいじゃないですか。中国と比較したときにやっぱりどのビジネスが一番中国との日本で比較したらディスアドバンテージですか、日本ビットですコインとかですか。中国は規制の形が違うんですよ、うん、なので一番僕ら日本がフェアだなと思うのは多分プラットフォーマーだと思っていて、その、まあ、WeChat であったりそういったそのプラットフォーマーが育ちやすいんですね、中国の規制っていうのは。それは何でかっていうと、日本の場合はプラットフォーマーであってもお客さんとフェイスしている事業者っていうのはライセンス取らなきゃいけないんですけども、中国は取らなくていいんです。そのWeChat の裏側にある例えば保険だったり証券だったり預金っていう銀行がライセンス取っていれば WeChat はライセンスいりませんよっていう形なんですね。これが一番大きいと思います。なので日本もその最終的なそのプラットフォーマーではライセンスいらないけれども、あ、ごめんなさい、プラットフォーマーはライセンスいらないけれども最終的にそこにつないでいるような事業者が持っていれば OK っていう方式にしていただけるといいなと。そういうの、そういう観点から見ると今の日本のフィンテックを本当にすごくするためには何が必要ですかね。何が変わればどうなるかっていうのがもしあれば。なんか結構日本のフィンテックは進んでるとこ進んでるなと思ってまして、先週ニューヨークに行ってて、ニューヨークって決済まだキャッシュとクレジットカードなんですよね。なんでなんかアメリカが意外とそのアメリカ進んでるのレンディングとかちょっと進んでるんですけど、決済のとこあんま進んでないですし、で銀行 API の開放ってこれ日本が多分世界で一番進んでるので、これはかなりこうそのヒットホームランだと思うんですけど、だからそういう意味ではその環境が結構整ってきたので、あとは本当にプレイヤー、僕たちみたいなプレイヤーがどんだけこういいプロダクトを作ってユーザーの生活変えれるかみたいなところになってるので、結構なんかエコシステムがすごい、まあ、金融庁さんとか観光庁も銀行もベンチャーも弁護士の先生とかも結構こうフィンテックのエコシステム結構できてきてるので、なんか僕がこう例えば1年後にこういう会をさせていただいた時になんかホームランがですね各社から1個ずつ出れば日本のフィンテックかなりなんか世界なんかトップクラスみたいなことを言えるんじゃないかと思ってまして頑張ります、はい、頑張ってください。どうなりたいですね、はい、どうですかその辺は鶴岡さんどうやったらいいプロダクト出るかですか、うん、
いやまあでも起業家が頑張るしかないですまあ別にそのなんかすごく個人的にはその決済とかいろいろやってて、まあ、規制が厳しすぎるなとかあんま思わなくて、やっぱりその、まあ、チャレンジする人の絶対数がやっぱまだ少ないで、そのものなんか、まあ、うちの会社で言うとお金そのものを変えれるんじゃないかとか、まあなんかそれぞれ大きい点を持ってると思うんですけど、そのテーマの割に競合は圧倒的にまだ少ないなと思ってて、でまあなんかそういった意味でやっぱチャレンジしてる人が超少ないなっていうのが一点あるので、まあ何かそこを頑張んないといけない、そこが増えてくるとどんどん変わるだろうなっていうのと、で何かやっぱりそのやっぱ狩野さんとか辻さんとかやっぱ改めてやっぱ思ったんですけど、やっぱ天才だと思うんですよ。そのこれ持ち上げてないんで持ち上げてないんで。じゃあ何が言いたいかっていうと、何が言いたいか今から落とす落とします、はい、何が言いたいかっていうと、天才の人がやっぱで表に出てきやすい市場だと思うんですよ。なんでこう天才が出すぎると起業家が増えないと思うんですよ。でなんかそのいや要するにそのこういう人たちがやってんだなって思われちゃったら終わりじゃないですか。でそのなんか僕とかだと、僕中学校も学校行ってなかったですし、高校行ってなんか推薦で大学行っちゃったんですけど、辞めちゃったんですけど、なんかそういう人生でもその現金消すぞみたいな大層なことが言えて、でそのなんか気づけば金融庁の人と話しちゃってるみたいなとかありえるし、僕のその僕そのペーパーボーイって会社作ったイエルさんって人にサービスの作り方学んだんですけど、プロダクトのイエルさんって人はその高校も行ってないわけですよ。なのに今その資金調達のあり方を変えるとか言ってていやなんかすごいじゃないですか。いやそっち側の方が夢あるなと思ってて、なんであんまりそのなんか狩野さんとか辻さんとか例外で、そのいやこんなに頭がいい人はそうそういないと思ってるんですけど、そので僕たちみたいな、なんかそのアウトサイダーというか、なんか大学も6年出れない人でも作れますっていうのをやっぱいっぱい言ってった方がいいなって思いましたね。そうすると起業家が増えて、起業家が増えるといいサービスができる。でも今鶴岡君がそうやって成功してるっていうのはそういう環境少しずつなってきてるって。あ、そうですよ、そうです。なんか実際そのそういうなんか3年5年ぐらい前だったらちょっともうほとんどここにいなかった状態できっとね。全然もちろんです。もうまだまだ僕大学行ってたんですか。大学行ってました、はい、サイバーエージェント行って落ちてたでしょうねいや本当にでもやっぱそういう道があるって知れたから、たまたま僕の場合良かったんですけど、まあ、そういう道があるっていうのと、まあ、あとなんかこんな天才ばっかりじゃないっていうのがやっぱり結構絶対伝えていった方がいいというか、誰でも参入できるというか、まあ、みたいなのを広めていくと企業家が増えていいプロダクトができるっていう循環に行くかなって思いました。なるほどね、はい、あと3分なんで1人1分ずつ、結局これからまあこのフィンテック絡みのまあところでどういうふうに自分がやっていきたいかということだけちょっとまとめていただけますか。狩野さんから。まあ、私どもはですね、まあビットコイン、仮想通貨とブロックチェーン両方やっていて、結構その軽有なんですね。大体どっちかを選びます。仮想通貨だけやるかブロックチェーンだけやるかで、ビットフライヤーのロゴを見ていただくと分かるんですけれども、青いブロックが5個あって、で真ん中にオレンジがありますと。でこれはまあ何を言っているかと、ブロックチェーンとビットコイン、まあ仮想通貨両方やるっていう意気込みでまあ起業しました。で今後やっぱりですね、ブロックチェーンによって世の中変えたいなと思っていて、それはそのブロックチェーンの良さを知っていただいて、で弊社のプロダクトもまあそれなりにいいものできたと思っているので、まあこれをやっぱり世界に売りに行きたいと。でアメリカオフィスが今ございまして、アメリカオフィスとルクセンブルクオフィスだ、日本初で世界戦えるベンチャーを作りたいっていうのは多分メルカリと一緒で、メルカリについていきたいなと思っています。でやっぱりそれをですね、本当に海外の人に認めてもらって、日本のお客さんに認めてもらって、世の中がこうちょっとずつ便利になっていくと、まあ嬉しいなと思います。辻さん。そうですね、僕らはその起業してワンルームマンションで始めた時に、みんなで議論して決めたのが、まあ、お金を前へ人生をもっと前へっていうミッションを掲げて、僕らのサービスを通してお金の流れを良くして、人々のとか企業のこう生活を少しでも良くしようみたいな、そういうことをまあ掲げてやったので、こう現金変えるなくすっていう、こういうなんかかっこいいビジョンだなと思って、なんか今考えてたんですけど、やっぱ僕はやっぱお金というものを悩まな、お金という存在を
に悩まなくて生活、個人も企業も生活できるような、なんかそういう世界をやっぱこう作りたくて、やっぱお金って所詮手段なので、その手段は目的化しちゃよくないと思うんですよね。なんでそれをこうテクノロジーによって感じなくていいような世界を作るっていうのが、やっぱ それをテクノロジーで実現するというのが、あの僕のやりたいことだと思います。はい、じゃあ最後締めをぜひやりたいことですよね、今後。あのミッション、ミッション、はい、あの、うん、僕あんまりなんかその人生でお金に苦しんだこととかそんなになくて、なんかそのこの市場に取り組む人生的な背景って一切ないんですけど、なんかやっぱりプロダクト、ウェブサービス作るのはすごい楽しいなっていうのと、やっぱりこの市場のいいとこって1個変わると、それこそ1億、日本だと1億数千人全員にインパクトがあるっていう、まあ、なんかそういうのがすごくいいなと思ってるんで、まあ、やっぱりユーザーさんがちゃんと喜んでくれるプロダクトを作り続けたいなっていうのと、でやっぱりこのテーマに個人的な人生の時間を全部使うって決めたからには、まあ、ちゃんと成し遂げてユーザーさんにちゃんと還元できるまでは、まあ、何かしらチームのみんなで頑張りたいなと思っているので、あのガンガン攻め続けたいなと思っています。はい、素晴らしい、応援してますので。ということで質疑が応援に入ります。挙手の方お願いします。じゃあそこの、この列の後ろの方と、後ろの方とその前の女性とその前の方と、こちらの、あの女性早かったですね、3人。まずその3人からいきます。お話ありがとうございました。2017期の東京校の吉澤と申します。フィンテックの新しい世界がすごく楽しみではあるんですけれども、その一方でマネーロンダリングですとか、まあ、闇のお金が入ってこないのかとか、そういうちょっと心配な部分もあって、鶴岡さんのこう自由な発想とかすごくいいなと思うんですけれども、そのあたりについてはどうお考えなんでしょうか。はい、質疑を3つまとめてやりますので。2015期東京校の高岡と申します。IoT とフィンテックの発展可能性についてお聞きしたいと思います。先ほどの加納さんのお話の中で、フィンテックによって通貨の、まあ、取引の単位が細分化して IoT の機器がお金を生み出すという話がありましたが、まあ、今後そのインダストリー 4.0 の時代の中で、そのスマートファクトリーとか工場間連携というのが進んでいくと、まあ、B2B の取引 その自動化みたいなのが結構重要なキーになってくるのかなというふうにお話をお聞きして感じました。で、それを、まあ、そういった社会を実現するにあたって、まあ、これからその超えていかないといけない壁とかですね、まあ、その、まあ、規制とかも含めてですね、まあ、どういったことが今後起こっていくのか、まあ、あるいはその起こさないといけないのかというところをお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。2017期の遠藤と申します。私は鶴岡さんがおっしゃる頭がカチコチになっている、そういうことする大人の方なんですけれども全然そんなこと言ってないんで僕辻さんが勝手に言っただけなんですある一定のパーセンテージでなんとなく不安とかですね、もやっとしているから使いたくないって思ってしまう層が絶対に存在しているのが日本のカルチャーだと思うんですけれども、そういった人たちをどうマネージして、そのこういったフィンテックの世界に B2C で引き込んでいこうというビジョンをお持ちなのか、お聞かせいただけると嬉しいです。3問あるから3人でいいですか。じゃあ1番目2番目3番目でいい、じゃあお願いします。加納さんの方から最初のマネロンリスクですね。まあ、マネロンはですね、もちろん闇のお金が入るのは良くないと思っているんですけれども、それぞれやっぱり業規制があるので、まあ、本人確認であったり、まあ、そういうのをやっていますと。でこれゼロにはできないです。まあ、そもそもマネロンの定義 何なんだってなっちゃうわけですよ。こう10円でも闇のお金があったらこれマネロンなのかとか、まあ、そういう議論がされていて、アメリカだとそのリスクベースアプローチっていうのがあって、実は我々 そのアメリカエンティティの場合っていうのは、その自分たちで法律があって、その後でまた決めるんですね。いくら以上のお金をマネーロンダリングとしてモニタリングします、どうしますっていう。でそういったやり方で、まあ、実質的にその、まあ、マネーロンダリングをなるべく減らしましょうという、まあ、努力をしていくと。で、まあ、基本的には起業家なので、そのこういうその後ろ向きの話題に対してそんなに積極的にはなれないっていうのが実はありましてそれはまあちょっとコンプライアンスオフィサーとかリーガル弁護士とかにまあ任せて、僕たちはまあこう前向きな未来を作っていく方がまあに興味があります、私は。じゃあ辻さん、
IoT のところは本当おっしゃる通りで、ですね、ちょうどあの日経フィンテックさんから出てる IoT 革命って本が、API 革命って本が昨日か一昨日出てて、これすごいいい本で、この本とあとフォーブスさんの今回のお金の本ですよ。お金のこの2冊、あれもすごいいいんで2冊ぜひ買っていただければと。何で宣伝あれなんですけど、本当にいい本で、あれの中でやっぱ取り上げられてたのが、ソラコムさんとみずほ銀行さんが提携されて IoT のプラットフォームで決済を裏につけるというプラットフォームを作ろうということで発表されてます。なのでおっしゃったように IoT は結局その、インターネットと一緒ですよね。もののインターネット化なので、いろんなデータとかものがこう IoT の中で動く裏で決済が当然動くので、そこはもうなんていうんですかね、ストレスなく手数料がなるべく安い決済の仕組みを IoT のプラットフォームで作るということが大前提ですと。でここのプラットフォームがやっぱ海外に取られると日本としては本当にまたピンチになっちゃって、スマートフォンも結局 Google、Apple にプラットフォームを取られちゃったんで、これ僕前も言ったんですけど、ソニー出身なのでソニーが取れたんじゃないかなと思ってすごくこう残念なんですけど、やっぱこの IoT のプラットフォームっていうのもやっぱり絶対日本が取らないといけない場所なので、ここはベンチャーと大企業の連携が必要で、日本がしっかり抑えるべきプラットフォームかなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ鶴岡さん、B2C のプラットフォームどうやって広げていくかとかですね、ベースっていうプロダクトの場合は社内に営業っていう人たちってほとんどいなくて、新規でその加盟店獲得していく人って、でベースの場合は楽天って大体今4万ショップぐらいいて、ベースって40万ショップぐらいいるんですよ。でやっぱり ここの良さは営業を使わなくても取れるっていうのはやっぱりこの時代のすごくいいところかなと思ってて、で逆に営業じゃと勝てない、その楽天とかアマゾンとかヤフーさんとかに。なのでやっぱりその、我々は、僕もさっき言いましたが、やっぱテクノロジーを使っていいプロダクトを作って、ユーザーに一番エコな方法で届けるっていうのができるっていうのが、すごく既存の業者さんとの違いかなと思っているので、いかにいいプロダクトを作ってネット上でどんどん獲得していけるかっていうのが、大事かなっていうのがあるんですけど、さっきのスマートフォンの普及とかもあって、その辺は全然環境当時と違うと思うので、やっぱりそういうネット経由で顧客を取れるっていうのがすごく大きいかなと思っているので、我々の場合はそこが強いかなっていう気はしています。はい、はい、それでは次行きましょう。1人、2人、3人、4人までいきましょうか。2015期東京都の宮本と申します。お伺いしたいのがですね、今どんどんフィンテックによって、すごくシームレス化が進んでいて、でユーザーは本当にお金を、払ってるんだけども払ってないようなサービスに組み込まれたような形ができたりという、あるいは株を1万円から買えるのワンタップ買いみたいなものとか、ロボアドバイザーで自動的に運用してくれるとか、そういう世界観ができてきて、すごく入りやすい状況になってきていると。でちょっとある勉強会でいろいろ話したときに、そういうミレニアム世代とかが入ってきますと。でその時に金融教育が全くない状況で入ってきた時に、こうリスクがないかっていう話を聞かれて、でまさにそう最近出てきたサービスで、キャッシュってなんだ、あっちのキャッシュ、送金じゃない方のキャッシュですね、はい、とか出てきて、ああいうなんか本当に金融がしかないまま、ああいうフィンテックの素晴らしいサービスが入ってくると、そのままスッと行ってしまう悪い方に。でこういうところについて、どういうふうにお考えなのかっていうのをお伺いしたいなと思ってます。次バンバン行きましょう。質問なるべく短くしていただければと思います。東京号の笹尾です。よろしくお願いします。質問は、今後 その顧客のいわゆるさっき言ったカスタマーペイみたいなニーズみたいなのをどうやってつかむのかというふうなところをお聞きしたいと思ってます。というのはその金融がやっぱり難しいというのが皆さん消費者側というのはあるのと、やっぱり情報の格差というんですかね、金融側ってやっぱり提供側は持ってるんですけども、消費者側はやっぱり分からないとかっていうのが多いと思うので、その中でもどうやってそういったニーズをつかまれていってサービスを提供されるのかっていう、どう取り組むかについて教えてください。3番目お願いします。その2人ですね。3、4って感じですかね。データの受け渡しについてちょっとお伺いしたくて、先ほどちょっとシェアリングエコノミーのところでもデータを活用していろんな業種と連携するって話が出たんですが、他業種との連携っていうことで、今後どういったそのデータの受け渡しっていうのが発生して、それがビジネスにつながってくるのかっていうのの展望を教えていただけると助かります。鶴岡さんの文脈に乗ってさらにちょっと
質問というかお願いなんですけど、起業家に関しての障壁を下げるっていう先ほどお話があったんですけど、さらに個人に対しての障壁を下げるっていうことができないかなって思っていて、例えばフィンテックの API を使うときに、今法人としかパートナーやらないと API 使えませんみたいな企業さんが多い中、自分の預けてるお金とかに関して個人が自由に API 使えると、なんか勝手に学生とかが作っちゃうみたいな世界ができて、なんかもうこんな作っちゃうんだみたいなのができると思うんですよね。でもなんで全然そういうのフィンテックのところだけすごいできないのが多いんですよねっていうのが不思議なのでご質問です。はい、4つでどれいきます。1番目キャッシュのようなサービスがあって、これのどうなのかなって、2番目が顧客ニーズどう捉えるかと、3番目が他業種とのデータ交換で、4番目がまたフィンテックの API や個人にっていう、どれかお好きって言ったらあれなんだけども正直いきます。はい、じゃあ1番目から、はい、キャッシュ、あ、好きなやつですか。全部好きですけど一番好きなの。そうです、一番好きなの。いや最初からいきます。キャッシュとかに関してとかバリューとかですよね、最近だと。いや、なんか僕はすごくいいなと思ってて、いいなっていうか、サービスがいいっていうのはちょっとあれの分かんないですけど、なんかああいうチャレンジングができる世の中になっていうのはすごくいいなっていうか、でやっぱさっき言ったみたいに、なんかこの業界ってなんかすごく参入しづらいんじゃないかってイメージがあって、やっぱ最初にアイナップ出すと荒探しされちゃう風潮はあるなと思ってて、やっぱみんなああいうことができると思ってないのでっていう視線から入っちゃうんで、なんでできてんのっていうか、何どういう悪いことしてんのって前になるのは結構必然かなと思ってるんですけど、まあ、ああいうそのバリューとかキャッシュとか今後どうなっていくかちょっとあんま分かってないんですけど、まあ、でもなんかああいうのが出てくることによっていろんな議論がされていって、でまあなんかさっきのなんかそのユーザー、悪いユーザーが入ってくるみたいなところにも結構つながるんですけど、そのなんかテクノロジークエストするとすごく時間短縮はしてるんだけど、悪いユーザーを許容してるかっていうとそうじゃないと思ってて、テクノロジーを使って悪いユーザーを省くのを削減、時間を削減しているってだけなんで、そのサービスの質はすごく良くなってくるんじゃないかなと思っていて、でそういうのと相まってやっぱりいろんな議論があって、やっぱユーザーにいいものは残っていくと思うので、なんかああいうチャレンジはどんどんしていくべきかなと思っております。はいはい、あと3分3問ということで、じゃあ続いていきましょうか。はい、2番目、じゃあカスタマーペインのつかみ方なんですけど、はい、これも僕らは、僕らが大事にしているバリューって一番大事にしているユーザーフォーカスっていうところで、まあ、ユーザーさんなんですよね。なんで提供者目線にならないというのが一番大事で、例えば我々マネーフォワード のプロダクトオーナーって女性でお子さん2人いらっしゃる主婦の方なんですけど、そういう方と本当に金融詳しくないデザイナーとかが一緒にガーッと作ってると、結構なんかこういうのあったらいいよねみたいなので作れるので、まあ、カスタマーペインって要はユーザーさんの立場に立って作るっていうことだけだと思うんで、それをやればいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ、3番目いいですか。はい、4番目がいいかな、どっちがいいですか。じゃあ3番で、はい、まあ、データの受け渡し多業種っていうところで、まあ、ビットフライとマネフォは連携してるんですね。でやっぱりその API をお互い開放して、まあ、お互い の、まあ、ウィンウィンの関係が築けると思っていますと。でこの流れって結構大きく今続いていて、その官民データ活用基本法っていうのが去年成立したんですね。でそうするとその観光庁であったり、まあ、自治体もそうですけれどもが持っているような情報、を、まあ、積極的に開放しなさいと、もうこれ法律で決まっています。でこれ民間もですね、まあ、そうやって開放していっていろんなデータがつながっていくと。でそうするとやっぱりそのフィンテック の持ち味が出せて、結局データでしかないので、その金融のデータとそれ以外のデータっていうのをくっつけることによって、まあ、簡単に世の中が来ると。だ不動産売買とかも簡単にできますと、不動産登記簿を変える API さえあれば所有権移転というのは簡単にできますから。これ4番もやっちゃっていいですか。あ、いいです、はい。4番はなんで個人に API 開放しないかっていうと、それで言うとビットフライは開放しています。で大手金融機関開放しないかっていうと、やっぱりそれなりにセキュリティをまあ気にしてるんだろうなと思っていて、その広くあまねくアクセスしてしまうと、まあ、アクセス数であったりですね、まあ、情報であったりっていうところと、あとはそもそも彼らそんなに API をオープンさせたいっていうモチベーションがないんですね。でやるにしてもそこで商売にしたいと。でそうするとそこの個人に開放して1クエリ何百円とか年間1000万円の契約が個人にできるのかっていう話にはなってくると思っていますと。でそれでそれを無料で開放せよっていうのは多分無茶な話で、彼らは投資をしてその情報データっていうのを蓄積していますので、それを何らかの形でまあビジネスにしたいんだろうなと思っています。あれ世界的にそういうのあんまりないんじゃない、個人が買うってな。金融機関個人にアクセスさせるっていうのはなかなか聞いたことないですね。かなりアグレッシブだと思いますけど。
はい、分かりました。残り20秒と書いてありますね。ちょうどいい感じですね。で、我々あの前回はワクワクするフィンテック、今回はすごいフィンテック、すごいかどうか皆さんが思われたかどうか分かりませんけど、まあ、今回も一生懸命やりましたよねということで許していただけるということで、最後にご3人に盛大な拍手のお願いします。ありがとうございます。